なるためにはどうしたらいいですか、つまり。これどこまでなんか視聴者にやった方がいいですか。僕も言っちゃうんですけど、正直無理じゃないですか。なんていうか、選べる立場にするために多分僕らがしなくちゃいけないことって希少価値上げることだと思うんですよ。どうもこんにちは、仙台メンバーの高橋です。そうですね、今回はKさんに来ていただきました。Kさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。元マイクロソフトで働いてました、音井Kと言います。今はですね、留学系の YouTube チャンネルやりながら留学の授業とかやってたりします。Kさんの YouTube チャンネルは概要欄に書いてありますので、そちらもチェックしてみてください。ありがとうございます。入りたいと思ってもやっぱりなかなか入るのが難しい会社だと思うんですよね、はい、やっぱりその結構倍率も高いと思うんです。高いっすね。高いと思うんですけど、なんかその大したエピソードが私ないんですけど、出るためにはどうしたらいいですか、つまり。これどこまでなんか視聴者にやった方がいいですか。もう正直今日言えたらなと思ってるんですよ、はい。僕もこういう相談めちゃめちゃできるんですよ、はい、正直何も今まで知りませんでしたと、はい、マイクロソフトっていう環境を、まあ、YouTube とかいろいろなところで見ていきたいんですけど、どうしたらいいですかって僕も言っちゃうんですけど、正直無理じゃないですか。別にこれマイクロソフトに限った話じゃないと思うんですよ。これは選びますよ、会社がもうどんな人を得たいかみたいなところで。マイクロソフトっていう、まあ、IT っていうところですかね、はい、に対してパッション持ってますと、やっぱりそういう人入れたいんですけど、パッションってどうやって測れるかっていうと、何をやってきたかとか、うん、例えば僕ラーメン好きですって言っても食べたことありませんって言ったら説得力ないじゃないですか、はい、僕 IT 好きですって時に、じゃあ IT をこうに関して何かやってきたことあるんですかとか、そういうストーリー出せない限り、はい、まあ伝わらないじゃないですか、うん、言い方悪いですけど、はい、こう楽して生きてきた人が、うん、急にそんないいとこ行くっていうのはちょっと甘いかなっていうのは僕は正直思います ね、うん、自分が選べる立場になるためにはそれなりにスキルがやっぱりいると思うんですよ、はい、でそのスキルはまあ、IT でもいいですし、うん、例えば営業だったらコミュニケーション能力を証明できるストーリーみたいなところはやっぱり作らないといけないなとはやっぱ思いますね。ケイさんはどういう感じの経験をされてきたんですか。僕それこそ本当に普通の子だったんですよ、はい、高校から立命館の付属校入って、はい、あもうここ入ったら僕の人生勝ったなと思ってたんですよ、はい、でそのままエスカレーターして立命館大学に入って受験勉強もしないですから、はい、入ったんですけど、はい、で1年行った後に、うん、大学生活見てて、このままじゃ本当になんか自分のスキルもつかないし、まあ、遊んでばっかりで、まあ、いい思い出としては残るかもしれないけど、どうやってこう自分のね、僕はこれができますみたいなのをこう言えるようになるのかなと、うん、これからグローバルだよねみたいなところもあったのと、スティーブ・ジョブズはそういうアップルを作るために彼も実は大学中退してるんですよね、アメリカに、うん、彼が辞めるんだったら俺も辞めるべきじゃないかと面白い。僕見つめられて辞めたんですよ。でその後に留学行って、僕がその留学の中で作ったストーリー3つですね、うん、1つ目が起業してるんですね、はい、なので起業した経験、うん、そしてもう2つ目がインターンシップでブルームバーグっていう金融の、うん、はい、あの会社なんですけど、はい、こちらでちょっとインターンしたのと、はい、そして3つ目が僕の大学の日本学生団体っていうところの会長をやってたりして、この3つのストーリーで僕は結構攻めてたんで、はい、ちゃんとこう IT を自分の会社で使ったことありますとか、うん、ブルームバーグの方でもやっぱり金融の中でもやっぱり IT っていうところで、どちらかというとエンジニア寄りっていうか、うん、開発寄りのことやってたんですけど、はい、そういうこともやったことありますとか、それだけじゃなくてお金儲けだけじゃなくて、やっぱり僕はミッション的にボランティアでも団体を率いたっていうのやりますので、うん、僕はこの3つで攻めました、ね、まあ留学ってやっぱお金かかるんですよ。はい、かかりますよね。かかるって言っても僕の留学めちゃめちゃ安いんで、僕4年間で学費90万しかかかってない。4年間で90万、めちゃめちゃ安い留学してるんですけど、はい、でどうせ金持ちしかいけないんでしょっていうカウンターパンチとしては、僕がいたお見舞いとか、はい、日本の私立よりも安くいけたりするんで、ぜひ選択肢を持ってもありなんじゃないかなと思いますね。留学ってすごいいい再現性のある差別化できる手段だと思ってるんですよ。なんていうか、選べる立場にするために多分僕らがしなくちゃいけないことって希少価値上げることだと思うんですよ。お金稼ぐこともそうですし、自分がやりたい仕事、お金以外でもこれやりたいと思える仕事に就くときって、必ずこう需要供給バランスで、やっぱりこう自分しかできないとか、需要がすごいある中で供給がすごい少ないみたいなところに自分を置く必要があるかなと思ってるんですよ。ってなったときに90何パーセントの人はやっぱり普通に日本の大学行くわけじゃないですか、時に留学ってそんなにぶっ飛んだ方法でもないんですけど、行くことによってめちゃめちゃ差別化しやすくなるので、
アメリカに行ってしまうかもしれない。内定とかにフォーカスを置いて話してますけど、うんうん、僕なんかそこが本質じゃないと思ってるんですよ、うん、僕にもすごく、幸せなんですけどなんでかっていうと、うん、マイクロソフト辞めたじゃないですか。で結構いろんな人に言われるんですよ、マイクロソフトみたいにいい会社でどうするんですかみたいな、うん、さっきの4つの幸せのファクターを全部満たすためには僕一番いい方法って起業だと思ってるんですよ。サラリーマンとして働く場合って自分の自由な時間を確保したいときに、やっぱりサラリーマンって自分の時間を売ってるんで、やっぱりそれなりに拘束時間があるっていうのと、やっぱりお金の自由っていうところでもやっぱり他の人のために働くと、まあ、給料ベースになる、まあ、起業した方がすごくいいと思ってるんですよね。起業するのって他の人で怖いじゃないですか。怖くないって言ったらちょっと怖いありますけど、そんなにビビってないっていうか全然ありかなと思っちゃってるそうです。なんでかっていうと、僕毎年転職するしない関係なく、いつも転職活動毎年するんですよ。なんでかっていうと、自分のこう市場価値ですよね。僕はもし今の企業で万が一失敗したとするじゃないですか、会社さんはこれぐらいの給料で僕を雇ってくれるっていうことが分かってれば、ぶっちゃけまあチャレンジしても、まあ、最悪サラリーマン戻ればいいやって思うじゃないですか。転職するときって一番何が生きてくるかってスキルなんですよ。あなたは欲しいって言ってくれるだけのスキルをあるかどうかっていうしか転職ってあんまりもう見られないんで、こう留学して自分のスキルこれですって言えるようになるってことは、自由が広がり、さっきのこう幸せの原則っていうところですよね、満たせるんじゃないかなとは思ってるんですよ。ポイントで見るとお金もメリットそうですけど、僕はもっとそれよりこう言ったように、本質的には長期的にスキルで食っていくっていうところが身につくっていうのはもうこんだけいいことないんですよ。再現性あるものとしたら、やっぱり今からやめて留学って感じですけど、日本企業で緩く生きるのが好きとか、はい、まあ、そういうのに幸せを感じる人は全然そうですね、そういうのでもいいと思うんですけど、やっぱりなんかスキルで食っていきたいなみたいな感じで思ってて、そのモヤモヤがあるみたいな人はちょっと一回立ち止まってみて、ね、うん、今の日本の、大学に行ってる人で忠告というかアドバイスをするとしたら、僕最近立命館大学行ってた同期とご飯久しぶりに行ったんですよ、はい、大体他の人は日本の企業で就職して大体給料20万前後です。まあ今7年目とかだって多分23万とかで、残業して30万とかですよね、どういう話するかっていうと、もう分かりやすく会社の愚痴なんですよ、ほとんどが。僕そういうのに自分幸せなんで、すごく満足して人生生きてるんですけど、なんかこう愚痴を言ってて、自分の今の人生に対していろいろ思うところがあるのかなって聞いてたんですけど、ふと言ってみたんですよ。そんなに嫌だったらやめたらいいじゃんと、いくらでも仕事あるし転職なんかいくらでもできるんじゃないみたいな話をちょっと振ってみたんですよ。そしたら英語話せて、まあ、IT のことできてたらなんか転職って簡単に思うかもしれないけど、それこそ中小企業で営業しかしてこなかった俺らみたいなやつだって、簡単にこう転職って言っても基本的にまあ、市場価値というか転職できる、したとしてもそんな給料変わんないんだぜみたいな話をされて、分かってたつもりだったんですけど、確かによく考えてみれば残業して予約30万ぐらいですよね。で子供がいるとそこからなんか抜け出そうと思うと自己検査したいじゃないですか、自分でこう勉強して頑張るぞみたいな時に、子供いるとそんなもうそんな場合じゃないんですよ。まあ抜け出せば難しいなと、それを分かった上で、いやそれでも幸せですと、別にそういう生活を分かった上で選んでますみたいな形であれば、僕は全然何もね、それはその人の自由なんで、その価値観に対して何も言うつもりはないんですけど、愚痴が出るってことは何かしら不安があるのかなっていう思ったんですよ。今その90何パーセントの人はそういう、まあ正直なりますよ、もうこれ統計論的にやっぱなるんですよ。僕が言いたいのは、それを分かった上で今日本の大学行ってますかと、将来こう自分のスキルで食っていきたいみたいな人は日本の大学でやる、こう留学とか無理ですみたいなことであれば、留学じゃあもう大学3年生からやめていくみたいになると、もう就職めちゃめちゃ遅れますよねと、めちゃくちゃそんなのめちゃめちゃ不利になりますよみたいな話って、そんなのないですからね。